さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい、ゆうちゃんキッチン始まりました。噛みました。はい。あ、今日ポニテです。そうですね。先ほどシャーベットピンクのシャーベットピンクが初解禁されました。皆さんどうでしたか？もう聞きましたか？私も聞きました。感想を聞きます。どうでしたね。え、今日まさかのトレンド入りもさせていただいてありがとうございます。ありがとう、最高、ありがとうございます。ねえ、とってもいい曲ですね。はい、まあ私の歌割りはお楽しみにということで、パフォーマンスというか MV とかが公開されたらまた教えます教えるというか、はい。ね、ありがとうございます。そう、すごくね、夏らしい、アイドルらしい夏の夏曲でしたね。はい、まあちょっとまた MV とかパフォーマンスとかが解禁されるまで、違うされた、違う、大丈夫、なんて言ったらいいの。はい、私の歌わりを予想していてください。手を洗います。そうですね、今日はカミカミですね。はい、そうです、テーマはファンの皆様との再会みたいな感じです。そうだね、なんか暗いね。はい、ということで今日のゆうちゃんキッチンはサラダうどんを作っていきたいと思います。イエーイ、ちょっと見てください、この野菜の光景を。すごく綺麗ですよ。綺麗でしょダメだダメだ、今日はもうあんまり喋らない方がいいということですかね。はい、まあ最初にちょっとナスとかぼちゃを素揚げするので、ナスとかぼちゃを先に切っていきたいと思います。油大量に入っています、はい、あ、そうだね、ちょっと弱火ぐらいで温めてくる、うん、あとこれね、あ、そうです、あとザルも出しとかないと。もういろいろ忘れてたら、もうもうやって、はい、じゃあちょっとお願いしますしょうがないからここ落としとくわ。もう今日から口に染めるね、はい、ママの歌わりないですよ残念ながら勝手に歌ってるだけですこんばんやっほい、はい、ちょっとね、多分もう牛になりました。興奮しすぎて。かぼちゃ、うん、おスライスですね。はい、こうでいいですか。こっち側の方が切りやすいんだ。あ、こう、こういう感じ、了解しました。え、私歌い出しだったかな。え、おかしいなえまさかの線お茶はめちゃくちゃ硬いんです、うん、頑張って手切らないように。はい、こんばんは。こんばんは。何回もママは何回もシャーベットピンク聞きましたか。もちろんですよ、ラジオ何回も聞きましたよもちろん
もうすごいかっこいい。テンション上がりながら。テンション上がるよね。うん、本当に震えたね。ね。今ねこちらかぼちゃの切るのにね頑張ってる。はい。一人でワーキャー言いながら、ちょっともうちょっとボリューム上げてもいい？大丈夫？って言いながら言ってた。うるさくない。大丈夫。あ、音割れてないかな。大丈夫って言いながら言ってた。さっきママ一人で興奮してた。ね、本当に感謝しかないね。はい、本当に。こんな素敵な曲にね、うん、出会えてよかったね。うん。本当感動。ちょっとかぼちゃを切るのにすごく暑いです。え、あ、ママちゃんゆうこんばんは。え、ママちゃんゆう、うん、あ、ゆうちゃんだった。え、だよね。ちょっとママちゃんゆうちゃんこぼちゃんつけるとこ間違ってるじゃん。間違っちゃった。待った甲斐がありましたね。本当にね、はい、素晴らしい曲でしたね。誰もが口ずさめるいい曲ね。うん、私は大好き。暑い。頑張って。こんばんは。こんばんみ。シャーベットピンクは神曲ですね。ありがとうございます。みーちゃん、ママさん、コンビニや。コンビニや。サラダうどん。はい、サラダうどんです。今日は。危なっかしいです。大丈夫でしょうか。ちょっと包丁叩いてました。あまりにも硬くて。なんか、なかなか子離れできないっぽい。私？え？私が？ママが？全然そんなことないと思うよ。私結構放任主義です。危なくなければ何やってもいい感じです。うん。でママはめちゃくちゃ心配性です。パパもよく言ってるけど、ママはな本当に心配性だ。陰でそんなこと言ってるんだね。言ってるよ。わお。みーちゃん、ママさん、こんばんは。大丈夫ですか？ああ、やっちまった。ダメダメ、映してダメ。うん。痛い。エアコンフルパワーでおでん食べてます。わ。爪割れちゃった。ちょっと待ってください。待って、もう血が無理。血見れない。なんていう、血見ると気持ち悪くない。変わりましょうかね、ちょっとかぼちゃだけ。待って、血見るというドラマ。大丈夫だって。大丈夫だよ。ちょっと待って、切っちゃった。切っちゃった。爪切っちゃった。爪切った。指じゃなくて爪切っちゃった。かぼちゃ絆創膏貼ってきて。かぼちゃ硬いからね。じゃあちょっとこれさ、何も吐きそう。吐かないで。あ、大丈夫。待って待って。あー、待って、絆創膏捨てちゃった。間違えた。ちょっとテンパりすぎ。やばいやばい。テンパってます。あとで爪切りで。いや、なんか真ん中が爪割れてる場合はもういいか。このままじゃくっついちゃうみたいな。くっつかないよ。くっつかない。とりあえず、絆創膏貼って。はい、ちょっとパパに見てみる。なんでパパ？え、パパってさ、なんかこういうの詳しくない？大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫。そういうのは、そう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 、落ち着いて。あ、よかった、指の皮が。なくならないの。大丈夫でした。うん、あ、じゃあちょっと、でもここまでにしようかな。そう、何事も経験だ。かぼちゃ嫌いになりそうだ。かぼちゃだって。じゃあちょっとこれ。あ、じゃあちょっとママにお願いして手元だけやつします。あ、いいの。私の手元を出さない。いいよ、いいよ。おいらが舐めてあげるよって。お願いします。ゆうちゃんの手を落としてる。じゃあかぼちゃだけ落としておこうか。ここまで来たら何で来た。ね、いいよ。
はい。はい。そしたらこれこのまま上げちゃっていい？こうやってやんない？うん、まあそれで、それでいい。わかりました。テラピーが登場。テーピングじゃない。あ、違う、テーピングじゃないよ。一番そこでした。ナスも切っちゃうか。うん、ナスも切る。あ、そうだったわ。うん、うん、はい、ナスも切るから、じゃあちょっと、うん、はい、ナスは半分こにして、なんか変な切り方して、なんか変な切り方出したことなかったの？あ、大丈夫です。全然ちょっとね、骨割れたとかじゃないから大丈夫。血に弱いのでワーキャー言っちゃうんです。血に弱いんです。血見ると気持ち悪くなる。なんか最近になってそうなったのね。そんなことない、前からだよ。嘘、うん、細く、もう慣れっこですから、お母さんは細くやってくる、うん、こんなことではあたふたしませんでもゆさゆさに怪我したかもしれない。もう言う、ダメだわ。絶対いつも倒れるんです。いつも本当に貧血で倒れる。お母さん、もう言うダメだわって言うんです、いつも。違う、そうなるんだよ。だって、血ダメな人いないの？その気持ち分かってくれないかな。すごい気持ち分かる、だって。え、分かるだよ、ね。俺も、こっちかな。は、ダメだわ。ダメだ。ちょっとダメ。なんか、血がダメっていうか、何？血が出てることが、なんかもう貧血になるって思っちゃってるのかわかんないけど、こんな感じです。これあげたら開くから、うん、あ、あ、よかった。はい、こんな感じです、うん、ゆうちゃんは採血できないね。そうなの、できないの、本当に採血マジできない。採血しますねって言われた瞬間に本当に無理、いやーってなる。映画とかもダメなの？だ、映画大好きだよね。なんか自分に被害があることはあんまり、うん、じゃあさ、うん、蚊に刺されて血出るじゃん、あれは全く大丈夫。あ、そう、うん、怪我はダメってことね、うん、なんか髪とかで手切っちゃったとかそういうのだったら大丈夫だけど、なんかこういうのは血がちょっとなんか流れるっていうの、ナイフとかそういう、うん、針とかだからダメってことね。針は大丈夫。え、なんか注射だよ、だって。ああ、うん、血がいっぱい流れることが無理針はチョンって刺す、あの注射は大丈夫、痛いけど大丈夫、貧血にはならない。だってもう今ちょっと気持ち悪い。髪で手切るのすげえ痛いやつじゃん。わかる、地味に痛いよね。うん、あ、痛いだって、痛いやつじゃん。え、痛いって書いてあった。そう、痛いよね、本当にあれ地味にってじわじわくる。なんかさ、気づかないじゃん最初。お風呂とか入った時に、うん、え、なんか痛いと思ってさ見たらヒリヒリする。髪で切ったんだ。鼻じわなの？鼻じわ最近出てないです。ダメかどうか。あ、ダメじゃないかも。え、でもなんかちっちゃい時にしか出てないからわかんない、ダメかどうか。みちゃんこんばんは。あ、こんばんは。切れてました。え、医療ドラマとか見れない人ですって。え、そうなんだ。あ、でもそれは大丈夫かな。あれだね、うん、でもいるよね、そういう。うんうんうん、家はね、それは大丈夫、自分に被害ないからかさぶたは剥がしちゃう？え、無理、痛い。なんかさ、よくいるよね、でも痒くなってくんだよね、途中で。だからでも家、周りかく、かさぶたの周りかく、かさぺたっていうね。かさぺたっていうどっちもいいよね、かさぶたとも、かさぺたとも、かさぴたとも言うね。え、それは言ったことない。え、嘘、本当だよ。かさぺた、かさぴたっていう。かさぶたか、かさぺた。おかしいな。おかしいな。魚の血は大丈夫？大丈夫。大丈夫だね。うん、私より全然さばける。でも、だから自分に被害がないことは全然大丈夫です。なんてやつだ。本当だよ。いや、痛くて血が出たとかはマジでもう無理は。本当に膝の傷が絶えないお嬢さんだったよね。ね、本当にやばかった。
しかも血がが出たって言って泣いてたよ。血覚えてるよ。なんかあんまり痛くないんだけど血が出てるのが分かった瞬間に泣いてた気がする。本当に妹もそうじゃない？そんなことない？いや、優が一番だった。え、ほんと？うん、おてんばだったんだね。うん、そうだったみたいです。おてんばでというか、ドジ？ね、よく言われてた。うん、そうです。優ちゃん、ママさん、こんばんは。こんばんは。生傷が絶えない感じです、本当に。ドジってさ、よく学校の先生とかに言われてた気がする。だってね、歯かけたもん。びっくりしたわ。え、わかる。でもそれはまだ言っちゃダメ。あ、そう。うん。だるまさんが来ました。あ、だるま、ありがとうございます。血が出たわ。俺も言ってた。え、ね、言ってた。ハートが来た。一緒だ。なんかカニに刺されるとかね。あ、そう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 。ちっちゃい時に言ってた。でもおばあちゃんにさ、こんなん舐めときゃ舐めるよって言われてさ、なんかめっちゃティッシュでさ、朝顔が来た。あ、朝顔、ありがとうございます。ギューってやられて痛かった記憶あります。洗わなきゃいけないじゃん、怪我したら。それがめっちゃ嫌だった。痛かった、水で。消毒ね。そう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 、調子見るし。ほんと、チャリでよく転んだ。え、わかる。だからね、チャリ乗るの下手なんだって。うん、ちょっと、競争してくるねって言っては、怪我してくる。ね、言ったの近所のね、うん、ことね。電車で競争して、そう、懐かしい。競争する割にはね、うん、怪我して、ね、ダメなやつ本当に。手術が、あ、不審になる。手術、こんばんは。手術とかしたことない。なんか大きい怪我はしたことないです、私。骨折とかに、ね、透明なガラスドアに気づかずぶつかったりしなかった？それママです。違います。それ違い、違います。それは違う。ママです。ママ、ママ。やめて。それママなんです。違う。実は違うって。それはちょっと違う。透明なガラスじゃない。いや、ママじゃん。出窓、あれは出窓。ママだよそれ。ママさんかーい。ママあったみたいです、そういうことが。違うって。あ、でも私電車に挟まれたこともある。あ、そう、これプッシューって、やばっつって。めっちゃ危ないじゃん。うん、めっちゃ危なかった。でもほら、開くから。あ、確かにね。うん、半分、顔半分挟まれた。え、危なすぎるね。ね、何やってたんだろう。そう、恥ずかしいやつです。迷惑。迷惑？うん、朝とか。そうだね、そこで時間取られちゃうから怒られるやつだ。似た者同士やん。違うから。確かに。やってください。沸騰してきたからうどん入れる。うん、もう、わー、大丈夫。そんなの、うん、パッケージが見えちゃう。新潟って自分で開け閉めするんじゃないの？あ、そうなんだ。そうなったんだよね、途中から。今はちょっと、予防で全部開いてるみたいです。私でも都会に行って閉められた、うん、あ、そうなんだ。うん、都会に行ってっていうか、東京とかね。そうそう、昔昔あるところにゆいちゃんがいました。みんな55分になったら教えてください。はい、うどんあげるので。もしかしてママさん譲り？え、かも。でもママも絶対ドジだったよ、ちっちゃい時。いや、わかる、なんとなく。みなまで言うな。何、みなまで言うの？みんな言わないで。あ、ごめんね。はい。ちょっと入れてみるね。うん。あ、ハートが来ました。あ、ハートありがとうございます。うん、もういい感じですね。はい。ママさんから見て、兄弟に一番手がかかったのは？
絶対言うじゃない、お姉ちゃんだけ出す。ここにいます。え、絶対言うじゃない。言うじゃないと思う。一回一番あれだと思う。いや。言う？あ、やばいやばいやばい。昨日日曜ドラマ見てたら初めてリアルタイムで、うん、ゆうちゃんの出てる CM 見れた。え、すごい、ありがとうございます。嬉しい。でもなんか時々どこで、あ、たた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 どこ見てる思った言う前の、たたたたたた、話しながらもちゃんと料理できてるの、すごい。あ、いや全然ありがとうございます。ちょっと恐怖のナスやっていきます。え、ナスはそんな大丈夫？ナスってだって水いっぱい含んでる。大丈夫で、相性いいから。本当に相性いいんですか？うん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 、使います。うん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 、ハート来ました。ハートありがとうございます。ありがとう。何ですか？あ、いいですよ。どうぞどうぞ。そういえば、TikTok 更新しました。はい、以上です。はい。はい、手がかかるのはいいけど、うんうん、何だろう、腰をかけるのは良くない。何何？何だろうな。負担？何だろう。見たよーだって。あ、ありがとう。コメントが言ってしもった。わお。ハートが来た。ハートありがとうございます。迷惑。迷惑ね、かけまくったかもしれないです、学生時代。今も。反抗期が半端なかった。かな。反抗がする。え、そんな、え、お姉ちゃんの方が多分すごかったと思うの。いや。お姉ちゃんなんか可愛いもんだわ。嘘。うん、お姉ちゃん、お姉ちゃんはさ、でもお姉ちゃんも一回すごい喧嘩してたの。ママ喧嘩はもうそれあれだけど、なんだろう、みんな55分になりましたか。言葉が通じなくなるじゃん、反抗期の時って。わかる。何言っても、自分がさ、正しいこと言ってると思ってるんだもんね。待って、言う箸間違えてた。53分だって。反抗期がすごいのもママに似たんだね。でももういいかも。なんで知っているんでしょう。いや、私より可愛いかもしれない。いや、それは昔の人に比べたらそうなんだ。ね、今の子なんかあれだよね、うん、反抗期なんか可愛い反抗期、うんうん、昔の方がすごかったです。ちょっとすごいよね。うん、皆さんどうでしたか？きっと絶対壁に穴開いてて、ドキッとしてるんじゃないでしょうか今頃。あ、だるまが来ました。ママさん盗んだバイクは走り出しません。そういう悪いことはします。盗んだバイクで走り出しちゃった人いるんじゃないですか。チェーンとか振り回しません。大丈夫です。え、それはやばい。なんかよくドラマで、ヤンキーのドラマで見るような。ヤンキーじゃないですよ、もう昔は。スケバンとかで。学生とかに出てくる人たちは族とか。皆さん、あれですね。あれの、スケバンデカですね。え、わかんない。あ、みんな時間を教えてくれてるよ。ありがとうね。もう大丈夫だよ。いい感じですか。うちの晩ご飯は白だしで普通のオートン作りました。うん、美味しいやつだね。うん、かぼちゃ美味しそう、ね、うどんめちゃくちゃちょうどいいんだけど。本当油的に満点すぎる。ちょっとさ、うん、あ、ごめんごめん、そっちで。あー、落ちちゃった。取りながらだと。はい、あ、ナスが。まあいいよ。ナスあげちゃう。うん、いいよ。いちゃん、お疲れ様。あ、お疲れ様です。皆さん、今日も一日お疲れ様です。あっち、飛んできた。え、マジ。いいわ、飛んできた。ゆちゃんに心を盗まれました。うん、え、本当に、みんなの反抗期時代聞きたいんだけど。絶対めちゃくちゃ悪い。熱っ。絶対めちゃくちゃ悪い。すごい顔すんだから、暑い時の顔ちょっと気をつけて。めっちゃ、まずこの前のレバーの時もそうだけど、熱っ。
ね、分かってるよ、自分がやばい顔してるって。本当に、うん、みたいな顔してる。いや、もっとひどい。どういう感じ。すんごい顔してる。本当に、うん、ごめんね。え、コンビニの前でタムロしながらカップ麺食べてました。私、あ、ママそんなことはしません。そっくりそのまま。でもそれって今のヤンキーじゃない。お返しします。今さ、都会に行くと結構そういう人いるよ。気がついたら沼に片足はまって抜けれません。あ、いいことです。それもね、両足行くしかないですね。はい、もう両足行くと行っちゃってくださいね。ママム。え、ママム。中学校はよく窓ガラスが割れてました。あ、そういう時期ですね。やば、あれじゃん、あれですね。なんだっけ、15の夜ってさ、そういう歌詞なかったっけ。なんだっけ、最初15の夜。私スカート短かったですね。あ、やば、長くないです。あ、長いとスケバン。ロングね。ゆちゃんもかわいい。ん、高校の体育祭で必ずパトカーが来てたよ。え、やば、あ、卒業だ。卒業。あ、そうだ、卒業だ。卒業でさ、そういう歌詞あるよね。学校のガラス割って。壊して。じゃあ、窓ガラス。夜の校舎、窓ガラス壊してなかった。いけないでしょ、夜の校舎を。やば、夜の校舎だよ。何の校舎、窓ガラス割って回ったんですよ。それはダメだわ。みんな昼間やんないとね、そういうのね。いや、昼間もダメだ。昼間もアウトすぎる。そっか。とにかくもう帰りたくない。金八先生ですか。ビーバップ、ビーバップですね。何、何、どちらかって。え、私見てたの。金八先生さ、わかんない。金八先生はね、なんか車載放送一回やってたの。うん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 、見たことあるくらいだけど、わかんない。あの、モノマネがあるからね。そう、それしかわかんないかも。じゃあやっていい、できる。できません。今やろうとしたじゃん。声がまんねんできない。な、どういう感じだっけ、思い出す。人という字が無理無理。大丈夫か。今日みんなが言う、そのまんまだよ。みんなが言うが出てきちゃったよ。うん、ちょっと上げてる間こっち切っちゃっていいか。はい。何ですか、だって。何ですか。あ、ちょっといいんじゃない。ほんと、うん、何ですか。似てます。似てるって言われると調子乗るから。あ、絶対似てない。もうやめよう。ちょっといいんじゃないって言っただけで。はい、すいません、はい、壊れた。ねえ、そんな大好き。はい、あの、これをどうしますか。レタス、サニーレタスですか。うん、普通のレタス、サニーレタスです。これを普通にさ、こんな感じで切っちゃっていい。はい。腐ったみかんのお話知ってる。何、はい、あ、あって聞いたことある。何の回だったかな。ゆうちゃんの村長のモノ、うん、マネが、はい、スチ。あ、ありがとうございます。あの、くしゃみですか。くしゃみの真似かな。盗んだバイクを盗まれた。どういうこと。盗んできたのに盗まれちゃった。ほんとダメそれ。盗み合い、悪い悪い。盗み合い夏。冬しかわかんない。意外や冬。ここにいるよ。うわ、ひどい顔。え、わかるかな、みんな。うざやふに見てた人いる。ゆうちゃんママさん、こんばんは。こんばんは。仕事終えて駆けつけましたよ。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。もうお疲れ様です。え、盗んだバイクを買わされた。動かない鍵が
ない。盗んだバイクを買わされたってさ、それはなかったっけ？え？ないか。うん。なんかさ、盗んだバイク買わされたってさ、相当悪いことされてるよ。やめて、マジトークは。もう詐欺だよ、詐欺。うん、もうそれはもう詐欺。ティーバップ、トール派？ケルシア派？なになになに？あ、わからないかも。わからないかも。うん。私、トールくんです。トールくん派です。何派？何わかんない。トールくんって誰？ミポリンなんです。トールくんってビバップハイスクール漫画もある。わかんない。風間トールくん違うよ。クレヨンしんちゃんしかわかんない。トールくんといえば、うん、中村トールさんだよ。あ、皆さんそういえばあれ見ました？ロード調べたかな。ロード調べてないかな。見た人いない？ロード。見たって。あ、本当？天才。それは天才。ちょっと油跳ねがすごいですね。うん。よくね。え、本当に？すごいすごい嬉しい。ゆうもさっきまた見てた。ゆかい？え、そう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 。台湾のゆかりさんの。あ、はーい。ブリーフの見たよ。え、見た。もう嬉しい。揚げ物終わりました。はい、終わりました。待って、不自然ですね。立ってました、指が。よくさ、小指とか人差し指とか立っちゃうんだよね。ね、わかる。ママ、あ、ちょっと待って、んくしゃみが。3、2、1、くっしょーん。めっちゃ今下手くそのはるかの真似。はい、止まっちゃった。ありがとうございます。こんな感じでいい？指どうした？あ、指ね、さっき配信中に事故を起こしました。ブリーフ見た。え、嬉しい。じゃあみんなで一緒に。まだ見てない人はぜひ検索してください。ダイヤモンド愉快、ダイヤモンド愉快ロード。いやいや、その前にしゃべったピンク。あ、しゃべったピンクの方を一番最初に見て、2番目にロード。そうですよ、はい、で3番目に、あの時には起こせムーブメント。何バシ見てください。とてもいい曲です。で、あ、ありがとうございます、うん、しゃべったピンク、うん、ありがとう。指立つの分かる。ね、分かる。なんか前ゆちゃんね、いつも立ってます、小指も。ね、これどうする？ん？止まったらどうやって切る？お任せします。いつもの切り方でいい？うん。盗んだブリオの話。違う。盗まないんだよ。分かりますか？ゆちゃん、ママさん、仕事終わり帰宅しました。お疲れ様です。お疲れ様です。だからもしみんながそういうことをしたら、まあ推し編とか、推し編とか他のメンバーのところに行ったりしたら、そういうことですよっていう感じです。なんで突然どうしたんですか？労働です。ああ、そういうことか、はい、つながってんのか。はい、つながってます。ゴキブリって言われるんです。わかりますか？あ、だるまが来ました。あ、だるま、ありがとうございます。MV も公開されてるの？あ、MV はまだ最初のちょぴっと公開されてます。もうそれも見てください。聞こえない。聞こえないですか？ダメですね。聞く。こんばんは。歯医者終わりました。あ、お疲れ様です。歯医者ね、やだね。ゆちゃんはシャーベットピンク柄の服を持ってますか？私ですか？持ってないですね。ピンクってなかなか私持ってないんですけどね。みんな持ってますか？あ、シャーベットピンク、チャラチャラちゃん。ゆちゃん、推し編されたら悲しい？そりゃ悲しい。でもなんかちゃんとした理由があるならちょっと考えちゃうかもしれない。切れない、研がないと
そうだね、そろそろトマトが切れないなんて大惨事だよ。そうだよね。ちゃんとした理由とは？わかんない、文句を押さないと。この子を押さないと、他の子を押さないと、いや、何ですかね。理由はないんじゃないの、もうそういうのは。でもどうしてもその子が好きで、ゆうちゃんのことはもう頭の端っこにもないんだって言われたらもう悲しいけど、わかりましたっていうけど、いや、ゆうちゃんもちょっとは好きだけど、その子、いや、なんていうの、推し編っていうかさ、大体さ、推しが増えるじゃん。推し編ってなかなかない、ないじゃん。まあ、あるけど、ないじゃん。あとはなんかその子の方がかわいそうだからとか、そういう理由はマジでよくない。なんかすごい熱く語ってんだけど、うん、そういうなんかノリツッコミとかやめてほしい。すいません。何ですか、真面目なトーンで話してるくせに内容が薄い。皆さん、時には起こしてのムーブメント知ってますよ。なんか悲しくなってきたって、ほら。え、本当に、うん、じゃあちゃんとゆうちゃんを好きでいること誓ってください。そしたら悲しくもなんともないですよ。はい、おしましは OK なんだよね。 OK なんだね。まあ目移りしないって言うんだったらいいですよ。ちょっとはね、ちょっとですよ。でも言うよりその子の方がめちゃくちゃ行くとかはマジでもうありえない、許さない。うわ、トマト切りながらお子です。もう許さない。うわ、でみんなさ、時にお子さんムーブメントの話すると入ってきてくれないんだけどな。いや、入ってきてくれてる。うん、みんな知ってるって。うん、Hジャングルさん好きですか。うん。ハマちゃん。そう、ハマちゃん、浜田さん。これは千切りでいいですか。はい、そういえば AKB シムさんのゆうちゃんの企画が気になって8時間しか寝れません。おー、めちゃ十分寝てます。十分寝てます。8時間寝ればもうね、いいですよ。はい、お楽しみにしていてください、はい、もうツッコミどころがね。そうですね、本当にツッコまずにはいられなかったね、今。しっかり寝ちゃってるからね、うん、ゆーちゃんしか見えません。本当ですか、信じますよ、うん、え、何？信じますよ。ああ、信じますよって言われた。信じるよ。いきなりなまったと思う。ああ、チリビもみ。なまったって言われてさ、その曲出てきてるから。やめて。シャベットピンクどこで聞けるの？あ、あれです。あのアプリで。なんだっけ？なんて読むのあれ？ラディコ。みんな。すんずらいしました。ラジコラジコでやってた。ラジコで聞いてください。ぜひぜひ。早くみんなが踊ってるのも見たい。そうですね、うん、動いてて、その曲が、あ、ね、流れてるの。まあ、あと発売まで16日だから、ドキドキ。もうちょっとの辛抱だよ、みんな楽しみに。県外からはラジコプレミア、あ、行っちゃった。だって。ん？
外だとあれみたいだね。あ、無理なんだ。ゆうちゃん、はい、見たいな。はい、ゆうちゃん質問です。はい、ちっちゃいもんの中で、うん、隠れナイスバディなメンバーは誰ですか？かっこ本人は除く。え、知りません。あ教えないんだ。だって私セクシー担当で行きたいのにそんなダメです。どうせ分かってるんです。私その答え。そうなんだ。県外の方は優秀になるんだと。あ、そうなんだ。なるほど、ね、教えないかい。みんなの考えてることは分かりますよ、私。うわお。そんな教えませんよ、私。私がセクシー担当で行くって言ってるのに。まったく他の子の方が大きいとか小さいとか、うん、セクシーだとか、あそこが大きいとか、本当にもう意味が分かりません。意味が分かりません。全く困っちゃう。怒ってるよ、本当に。ううこの人怒ってるよ。全く。みんなすぐそういうとこばっか見て。なんかもう被害妄想が激しいです。エチエチ。変態。わ。変態。真剣に。あそこ言うなし。私もそこが気になって今ちょいちょいってやったんですけど。いや、そこってどこか分かりますか？耳でしょ。いいえ、鼻です。あ、はい、なるほど。まったく、どこを想像してたんですか？変態ですね。耳です。耳タブ。まったく、おもちゃもっと言って。いや、こわ。何も言えねえ。まったく、ほらほらほら、もう知らないんですから私。さようなら。いやね、でもそこが大きいからってセクシーではないと思うわけよ、私は。どう思う？どう思う？私だってそう思いますよ。そうでしょ、フェロモンですよね、なんか。音からみんなそうだ。分かってるんだ。醸し出す雰囲気がセクシーだと思う。そうですよね、ほら。そう思いますって。ですよね。そうですよ。鼻が大きいだけじゃダメなんですよ。そういうこと。はい、切り。あ、もう一本ありました。せっかく切れたと思ったのに。はい。やばいやばい、さっきからこの歌離れない。さっき YouTube で見ちゃったの、この曲。そしたらもうこの歌離れた。キュウリのトゲに攻撃された。バチ当たったわ。みんなのこと変態のままでした。そう、でも事実なんですよ、本当に。お、キスダメは先輩たちにセクシーって言われてましたね、うん、本当ですか？ありがとうございます。だってみんな。あ、でも残念、10代では出せません。鼻ですか？鼻はもう違うって、セクシーだって。え、10代ではセクシーさが出せないって？ そんなことないです。ゆうちゃんこんばんは。あ、こんばんは、どうも。まったく、みんな誰々ちゃんのグラビアが見たいとか、見たい、いいんだ、見たいのはいいの、見たいのはいいの。ダメです。そう。なんで、見たいのはいいじゃん。相当鼻が嫌なのね。もうそういう人は握手会に来たら、おしゃべり会に。ゆうちゃん、黙ってればセクシーなのに。なんかピロリロリンみたいな感じの音が。キュウリを切っちゃうよ。キスダム見たことねえな。え、見て、お願い。またできるかな、キスダム。やりたいな。ゆうちゃんのグラビアが見たいです。でも、うん、一番はママさん。おっと、おっと、熟女好きが一人。おっと。おっと、おっと、ちょっとね、目怪我しますよ。
いやもう一生目を開けることはできません。ハートが来ました。ひどい。今なんて言った？いいえ、もうとても素晴らしい。キラキラすぎて目が開けないということですよ。ひどいね、我が娘我が娘。あ、また歌っちゃったよ。待って、歌っちゃったよ。また歌っちゃったんだよ。チャウス、チャウス。今日も可愛いね。ありがとうございます。ハートが来たよ。ハート、ありがとうございます。星の温度やってほしい。あ、星の温度ね。あ、そう、やりたいの。衣装もすごくセクシーで素敵、好きです。とんでもない子育ててしまいましたね。はい、なんという悪口。神聖の悪口ですね。本当にちょっとね、ゆうちゃん怖いって今日。え、怖い、うん、そんなことないですよ。みんながだってさ、変態だから悪いだよ。あ、変態で言っちゃった。しょうがないんだよ、男性は。しょうがない。まあね、そういう生き物だと思っとこう。まあ男性はそういう膨らみに、あ、おっとっとっと、鼻の膨らみにね、弱い興味があるということですね。わかりました。で、私は本当の鼻の膨らみで挑戦していきます。すごい膨らんだわ。いや、私本当に鼻の膨らみが大きいんですよ。もう困っちゃう。本能で動いてます。わかります。でも良くない。しょうがない。だって止められないんだよ、自分じゃ。もう見たい衝動に駆られちゃう。じゃあもうそれは分かんないけど、あれだよ、よくないんだよ。みーちゃん、うどん食べたいな。うどん、みーちゃんください。どうしようかな。よし。まあね、しょうがない、三大欲の一つだからね。うん、食欲、うん、なんとか、なんとか、うん、そうなんだ、わかった。ゆうちゃんはやっぱり可愛い、癒されるって。ありがとう、嬉しいよ。そう、昨日メールでね、ゆうの好きなとこ5つ言ってくださいって送ったの。うんうん、そしたらめちゃくちゃみんながいろいろ言ってくれて、もう嬉しかった。うん、パパ様グラビア大好きなはずやで。それは知りません。気持ちが悪いですから。大好物だと思います。それは知りません、ね、本当に大好物だと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。もう終わっちゃった。盛り付けに取り掛かります。はい、はいはいはい、責任は。なんでそういう顔するの。また歌っちゃったんだ。そういう時あるよね、なんかさ、めちゃくちゃ頭にさ、うん、その曲流れててさ、歌っちゃう時。皆さんは今、シャーベットピンクが頭にありますか。はい、あります。はい、天才です。はい、ありがとうございます。歌、覚えやすい。一回でも、え、でも分かる、頭に残る。一番最初に聞いた時に、うん、何この曲すごって思う。うん、頭の中でおにりぴしてます。分かります。頭から離れませんね。分かります。本当、今ゆうちゃんの、今ゆうちゃんブリウジが頭に。確かに。そんなことないですよ。確かに、でもこういう白とか頭パッカーンって割るとなんでもないよ、ブリーフ飛んでる。ブリーフだったと思う。ずっと流れてるって、やめて。ほら、違うよ、あ、ユウのせいでごめんね。うん、違う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 、シャーベットピンクのお話。はい、はい、すいません。はい、もちろんユウもシャーベットピンク頭にありますよ。それなのに、はい、これじゃあ全体に載せますね。ね、すぐ脱線しちゃう。ね、わかる。誰のせいだと思ってんの。載せられちゃうのね。ね、本当に良くないわ。
ユウのショールーム来るからちょうど1年前に、あ、待って、ね、危なっていうコメントがあったから NG ワード言っちゃうとこだった、うん、あなたのせいです私のせいですか？ノー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 、あ、え？これいや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 、そうじゃないなちょっとで、うん、そうだね、半分ぐらい、うん、シャベットピンクはええ歌、ええ曲だですね、うん、シャーベットピンクちょいと歌ってみそう。てれてて君らし、はいおお、おかわり欲しくなるような感じで止めたね最高でしょ、やっぱ言うとちょっと頭いいか、ちょっと今日は箸の色を間違えてしまったんですけど、はい、ハートが来たよ、あ、ハートありがとうございます。どうしよう、これ一番上に乗せた方がいいよね、でも、うん、短っごめん ねでもね、それぐらいがちょうどいい、あ、ちょっともうちょっと聞きたいっていうね、もうちょっと聞かせてよって思わせるぐらいが期待が膨らむ、そう、いいんですよ、分かってんねこんな感じ？うん。で、トマチ。トマツ？トマチ。トマチを見せます。うどんの行方が、あれだね。ね、分かんなくなっちゃった。うんうん、なんかもう冷やし中華みたいな感じになっちゃった。あ、明日そうだ、七夕だ。そうですよ。待って、待って、待って。猫、うんうん、額も鼻も膨らみます、はい、はい、ナスを乗せます。ナス大きい方がいい、ちっちゃいもんの曲どんな感じか教えて、だってリーダーこんな感じです、え秘密でもすっごく、何系ですか、なんかどこまで行ったらいいか分かんないから、とりあえずうんうん、ちっちゃいもんらしい曲です。可愛らしいってことかじゃん。はい。どうする？うん。いや、ちゃうやろ、だって。こうですか？うん、いや、ちょっと。あ、反対か。せっかく、そうそうそう。あ、こう。え、うん、どこに、こっち？なんか違う？もう一個乗せればいい。いいよいいよ。それでいい。もういい。あ、もういい。で、ここにしようか。はい。何人分作ってんの？とりあえず1人前を今持ってます。でも何人前、あ、間違えた、え、1人増えたわ、うち6人なんだけどなおかしいな、6人前作ります、こんな、うん、僕の彦星さんになってください、逆じゃないあれ私性別変わっちゃったんです確かに、俺は大盛りでお願い、ダメですよ、そういう人は小盛りにする、小盛りって何え、小盛りって言わない、なんて言う、明日は織姫に会いに行かないとね、あれだね、そうですね、え、いいかな、こんな感じで、あ、あと散らす、うん、散らす、短冊は書いた、短冊、そう、書いてない、俺の分を作ってくみんな、え、うん、もういいよ、下手くそかな、うん、まあ、いつものことだ、ご愛嬌ご愛嬌、うん、ということでいきます、せーの、おいしくなれおいしくなれ、萌え萌えキュンキュンパン、ふわーん、ふわーん、どうですか、織姫に教えん、キュン、わー、美味しそう、彩り綺麗だって、イエーイ、てんてんてん、まぶしはい、ではいただきます、あ、ごめん、お皿用意しなかった、このまま食べようとしてたけど、お皿にさ、持った方がいい、はい、どちらでもいいよ、スクショタイムしたいから、ずって食べるのかな、違います、はい、キュンです、ポケットから
何を取るんじゃろ。キュンです。何のせよう。自分がお好きなの。見栄えがいいですね。ありがとうございます。いいやんいいやん。皆さんね、ありがとうございます。こんな感じ。こんな小娘が作ったのを毎日毎日褒めていただいて小娘って申し訳ない。はい、ではいただきます。取れない。はい。あいただきます。いてうん、あん、うん、ふん。でも野菜食べてないから野菜食べる。あ、まぐ。これはうんふん、うんふん、うん、言った。うんふん、うん。めちゃくちゃ美味しい。これ生姜をつけてあるんですけど、ここにね、うん、生姜を多分めちゃくちゃもう自分の好みでね、私はいっぱい入れたい派です。これは美味しいし、この夏にぴったりな涼しいね。野菜も取れるしね。そう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 。なんかさ、ざるにしがちだけど、うんうんうん、ね、楽だし、ね、麺が多くなっちゃうからね、どうしても夏。わかる。あ、そばよりうどん派です。うんうん。いや、どっち派なの。小娘やるじゃねえか。ありがとよ。うん、生姜いいよね。私も生姜好き、うんうん、うどんに生姜好き、うん、蕎麦わさびだよね、うん、ラジオ音源でシャーベットピンク聞いたよ。すごくいい曲だね。ありがとうございます、うん、はい、ではスクショタイムといきますか、うん、はい、こうか。え、なんでそうやったの。お母さんがせっかく今背伸びしたのにでんってなった。かわいい。かしら。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。えてててお母さんですか。あ、そうですね、お母さんのです。なんかヘンテコピンになってる。ヘンテコピンってね。ママってさ、おかしいな言葉たくさん使うんですよね。わかる、みんな。はい、どうぞ。シャボン玉。はい、皆さん今日もありがとうございます。という感じで今日のお値段を発表していきたいと思いまーす。はい、いきます。ドゥルル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 パーン。7,300円です。イエーイ。はい、ありがとうございます。今日は7,300円です。安いですか。んありがとうございます。皆さん食べたいですか。ゴーン、高い。高い。そうかな。そうだろう。いや、そうだろう。ツッコミいただきました。はい、ありがとうございます。皆さん今日も見てくださって。みんながあれになっちゃう。でもうちも赤字になっちゃうので、まあちょっと高くしていかないと。食べたことないし。高くしていかないといけないみたいなところはありますね。はい、そんな感じです。儲けすぎ、それな。本当にそう、赤字は辛いの。
だからお願いします。はい、今日はポニーテールです。腹黒ゆうちゃん、腹黒くないですよ、私はもう腹白です。腹白ですよ、私は本当にハマりすぎて困ってます。杏仁豆腐紅茶美味しいね。あー、わかる、杏仁豆腐は好き嫌い分かれるかもね。でも紅茶は多分みんな好き。わかる。そう、腹白だよ。シュシュはつけてないです。今日ポニテの日なの？そうなんだ。今日ポニテの日らしいですよ。ちょうどよかった。そう、今日たまたま服的にポニーテールがいいかなって思って。あ、大丈夫だよ、全然ポニーテールにしただけなんです。チカナツインテールしてる。あ、またほら、よその情報を。チカナツインテール似合うよね。豆乳ソーダね、なんか豆乳ソーダあったんだけど、さすがにこの豆乳を試すには勇気がいると思って、まだ飲んでないです。あるの分かるんだけど、見つけたんだけどさ。そうそうそう、ママさん、サラダうどんはどうでした？だって、あ、今今食べてます。ごめんなさい。どうです、美味しい？うん、美味しいって。麺がね、ちょうどいい、うん、だよね、ゆうも、ゆうもそれベスト。めっちゃ亀屋とバレてる方がよきよき。ありがとうございます。またこれ揚げてるからさ、うん、美味しい。わかる、天ぷらの香り的な野菜の甘みがね、うん、めっちゃわかる。美味しゅうございました。ありがとうございます。うん、いや、価格には合ってません、うん。いきなり言ってるわ。なんか茄子あげたナスあげたよ。価格に見合ってないらしいですね。そう、野菜高いから。そう野菜高いから。950円だね、とっても。マジ値段だと。マジレスすると980円ぐらいだそうです。30円上がったわ。あれ950円だった、うん、間違えちゃった、テヘペロ。え、テヘペロって言った今。え、古い。嘘でしょ、サブ。めっちゃ古いですね。恥ずかしい。あ、なんか私のお尻が練習レジに映ってる、恥ずかしい。あ、それも高い。高いって。あ、税込みです。税込みですって。うん、テイクアウトの値段だね。そうだね、今だったらテイクアウトの値段です、うん。あ、ここで食べていけば。え、テイクアウトの方が安いんじゃなかったっけ、違ったっけ。あ、そうか、多分。凍りました、溶かしてください。ごめんなさい、私がテヘペロとか言うから。すごい懐かしいね、テヘペロって。テヘペロみたいな。オンラインおしゃべり会つきますか。いや、つけるとまあ9000円ぐらいですかね。はい。富永家で食べられるなら5枚払うわ。あ、ぜひ来てください。いや、安いですよ。ぜひ来てください。ゼロが2つぐらい足りないです。ウェルカムです。ガチョーン知ってる？ガチョーンわかんない。何？あ、でもこれまた良くないこと。ガチョーン、何？わかんない。ね、ね、ガチョーンって何ですか？わかんない。わかんない。可愛くしてんの？違う、可愛くしたの。わかんない。もう。やめて、本当にやめて。どんだけ、わかる、どんだけ背負い投げ
わかる。相変わらずだっけな。でしょ。ブレイユリの名前書いてったら半額になりますか。ならないです。ちゃんと1年7組って書かない。1年経ったのに妻は何に持っていると思う。なんだっけ、ちゃんとね、白いねブリーフじゃないとダメだね。2年7組に進級。そう、1年経ったら2年に。グンゼさんのね。何グンゼさんって。軍勢だよ。わかんないよ。わかんない。え？そんななんか誰でも知ってるよみたいな。え？わかんないけど。知ってるよ。軍勢だよ。わかんない。軍勢のパンツだよ。いや、わかんない。え？わかんない。ほら知ってるって。ガチョーン。わかんないんだけど、えらい昔のギャグですよ。有名ですよね。え？わかんない。軍勢だよ。わかんない。おかしいな。わかんないです。メーカーだよ。あ、メーカー、うん、そうなんだ。キャッ。リアルタイムじゃないです。リアルタイムで見てない。パパは無理だろ。ご想像にお任せ。情報を知ったところで、ね、パパに役立てるかな。お任せします、ご想像に。ね、こっちだったらどうすんだよ。パパひもパンですとか言ったらね。ひもパン。ひも。そう、パパのプライバシーだから、ご想像にお任せします。って言って、本当にブリーフだったら面白いね。しかも1年7組って書いてあったらどうする。やってみようかな、買ってこようかな。6年何組って書いてあった。6年間履いてるんだよ。ありますか。ちょっと新しいパンツ買ってきたから履いてみてって。プレゼントする、誕生日。そうだね、父の日はもう終わっちゃったし、誕生日も終わっちゃった。あ、クリスマスプレゼント。あ、いいね、いいね、うん、そうしよう、うん。もうそれしかない状態にして、うんうんうん、パンツ全部ね、全部1年の組み替えて入れとこ、うん、靴下もそうする。白い長い靴下靴下さすがに見えちゃうから。あ、確かに、かわいそうか。そうそう、わかった、うん。こんばんは、しゃべピン聞いてて遅くなりました、ありがとうございます。来てみせさんで、なんで。いや、怖いわ。怖すぎるわ。あ、お中元か。お中元。お盆。安心してください、履いてますよ。安心してください、履いてますよ。ダメでしょ、人のギャグを取っちゃう。それな、誕生日プレゼントに返される。いいんじゃない。やだよ。いいな、いいじゃない。家もそれ飲んでいいかな。スポブラとね。あ、消えた。どんだけ、どんだけ、わかるよね。どんだけ、ゆうちゃんの歌割りがなんとかだった。ゆうちゃんの歌割りわかりましたか。まだ教えられないけど。お、どうでしょう。
なかなかユウの声わかんないかな、歌声。みんなどこだと思う？まあ、聞いてない人もいるからあれだけど。2番歌いだし、どうでしょう。まだわかんない。2番のラスト。さあ。ねえ、どこでしょう。フルはまだだな。いつだろうね。結構難問だよね、わかる。でも、自分で聞いたときはわかった。あ、って。2番のサミ前。なんかみんな2番って。さあ、どうでしょうね。歌声知りたい。ゆうちゃん食堂まだやってる？もう終わっちゃった。でも今雑談タイム。いい曲だね、ありがとうございます。はい、また聴いてください。今日はねこれ、よいしょ、こちらを作りました。サラダうどん、じゃーん。麺の硬さがいい感じにできました。ゆうちゃんお元気ですか？俺元気、私も元気。いい曲です、ありがとう。そうだから、なんかコールができそうな感じじゃないですか、日向さんも言ってたけど。そうだから本当に皆さんの声が聞けるのがすごく楽しみです。イエーイ。ね、そう、皆さんの声が早く私は聞きたいです。うどんこのから作ったことある？ないです、まだない。ないね、なんかさ、めちゃくちゃ盛り上がる感じのあれですよね。楽しみ。ね、いつになるかな。ゆうちゃんコール楽しみにしてます。尊重コールたくさんしちゃう。はい、知りません、さようなら。村へ行ってください。今仕事終わったかまだ聞いてないです。楽しみな、後でゆっくり聞きますね。はい、感想お待ちしてます。そうだね、ちっちゃいもんの曲も楽しみにしててください。嫌いなのかもしれない。どんな感じでしょう。わかる、何回もね聴きたくなる感じの曲ですよね。わかるわかる。嫌わないでください。嫌いなのかもしれないです。早くサイリウム振りたーいね。ユウも早く見たいです。で、ユウの歌割りどこなの？まだ秘密。 MV とかが公開されたら正解をお教えします。このままずっとユウちゃんに会えなかったらどうしよう。大丈夫です、会えるから。ユウちゃんとサンちゃん似てる？似てる？本当に？あんまり言われたことない。そうです。ゆうちゃんのサイリウム何色？青、緑、白です。3色なのだからめちゃくちゃ大変なんですけど、ぜひお願いいたします。公開されるまで寝てるから起こして。わかった。推し編したら会えない説。いや、私が探し出して送りに行きます。なんで推し編したんだって。いい名の声、あー確かにね、わかります。
声が特徴的で可愛いですよね。ミューミュー。怖い、怖くないです、全く怖くないです。ね、わかる、可愛いですよね。いや声めちゃくちゃ低いからさ、そう低いよね、家の声。ゆうちゃんに何されたい、何されたい？ゆうちゃんは優しい？どうですか皆さん、ゆうちゃんは優しい？歌声は可愛いやん、は歌声は可愛いって、ありがとう優しくはないって、おい優しいよ、圧が強い、優しいですよ私は。ゆうちゃん食堂は終わりですか？終わりました。超優しいわ、優しい、ありがとう。いや優しい、優しいですよ皆さん、ほら優しくて涙出ちゃう、本当に、ほらだって優しいって、優しいって。ゆっちゃんに逮捕されたい怖い怖い怖い優しいってどういう意味ですか？優しいってどういう意味、確かにそんな、それ言われたら分かんないかも。ゆっちゃん推しを変態って、そんなことないですよ、全く私そんな言葉使ったことないです、ない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 。ゆうちゃん以上の推しって現れないと思います。本当ですか、願ってます。村長は優しいみたいです優しいみたいですよ、でもルール違反したら怖いですよ。あ、そりゃね、そうですよね、村長は優しいですよ、いい子です、とても。優しいゆうちゃんに会えるのかな、会えますよ。村長は優しいよ、すごく優しくしてくれなくても大丈夫優しくしますよ。こんにちは、 NGT はじめましてです。わあ、ありがとうございます。まあね、そりゃね、ほら村民がさ、ルール違反とかしちゃったり、ちゃんと村で決められてることが守れなかったりしたら、まあ村長はね、怒りますよ、もちろん。ん？ゆうちゃんに振られたらはるか村に逃げます？振らないですよ私は、ちょっと他目を見ただけなのに。いやそれが良くないですよね。そうですよ、条例が9個もあるみたいです。なんだっけ、はるかに集中、村内で村以外の宣伝はしないだっけ、2個しか覚えてないかも。壁叩こう、なぜなぜですか。ゆうちゃんも村民ですよね。そう、それね、よく言われるんですけど、私は村民なんですかね。そう、最近ちょっとよくわかんないですね。はい、指はもう痛くないですか？大丈夫です、全然キラーン、全然痛くないです
でもお風呂入る時がめちゃくちゃ心配今からなんかさ怪我した時にさお風呂入るのめちゃくちゃ憂鬱じゃない？しかも指だとさシャンプーする時めっちゃ痛いよね。まあそういう時はこうやってシャンプーします。大丈夫。沼でエンジョイ。そうです、沼でエンジョイですよ皆さん。最近日向が優しい。ほらそうやって他のところに行くから他の子のいいところを見つけちゃったりするんですよ。わかりますか？うん。そうかぼちゃ言うもん。今日かぼちゃと喧嘩したわ。かぼちゃと喧嘩しました。今日かぼちゃと喧嘩して負傷しました。消毒してね。わかりました、ちゃんと消毒します。一緒に入ってあげるよ。いや遠慮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 するわ遠慮します。あーわかる、日焼けの時もね痛いですよね。幾分ぬまの掟はあるの。まあ他の子に目移りしないことですね。あとまあ他の子のグラビアが見たいとかそういうのはもう言ってはいけませんっていう感じですわかりましたか？だってみんな可愛いんだもんじゃないですよ。わかりますか？ダメですよ。いやみんなが可愛いのなんて私だって知ってますよ、ちゃんと。はい、だけどダメです。そうかぼちゃと喧嘩しました。ズッキーニはかぼちゃの仲間。いやーそうなんですよね。だからズッキーニにちょっと中間に立っていただいてわかります。新潟ゆうちゃん飲みにします。ありがとうございます、嬉しい。やったね、イエイ。ほら皆さん見習ってください、お願いします。ん、知り合いが今ちっちゃいもんクラブのイラスト描いてるから完成楽しみ。嬉しいです、ありがとうございます、すごい。一番見たいグラビアはゆうちゃんです。はい、天才ですひなたに家を説得してもらえるようお願いしました。どういうことですか？また目移りしてるんですね。今はもまめゆうちゃんだけです。はい、天才です。ココちゃんの写真集お願いしますはい、もうそれはまた、うん、いつかね。ココちゃんセクシーすぎてね、わかる。ちょこちゃんセクシーすぎてみんな目が開かないかもしんないからね。目移りしよう、こっちに。そう、ゆうよりこっちゃんに目移りしちゃうわ、うん、ゆうちゃんしか見れません。はい、天才です天才って天才天才うん、天才。ゆうちゃんかわいい。はい、天才です。ようやく落ち着いたので再販始まってほしいです。ああ再販あるかなね、あったらみんなに来てほしいかな。またココちゃんがキャベツ食べてるグラビア希望ですわかった、コンちゃんにじゃあ言っとくわ。ゆうちゃんが世界で一番可愛いよ。はい、天才です。天才の安売り確かに。モバメやゆうひなた、うわなんか増えてるし、増えてる、わなんかさみんな天才って言われたいからさ褒めてる。天才って言われたいがために褒めてますか、もしかして。はいそうなんです、完売。はい、ありがとうございます。
ん、ゆうちゃんの前髪少し違ってたか直してもらった。あ、ありがとうございます。すごい、こんな細かいところまでね。みんなで広げよう天才の輪。おもろ。みんな天才って言われたいんですか。天才、ゆうちゃんの生誕グッズ買いました。はい、天才です。天才じゃないか、天才いらない。いや、もうそれはね、ダメですね。じゃあ、なんて言ったらいいのかな。鏡です。違うか。うん、天才ですよ。ゆうちゃんのおでこだけの写真欲しいです。そちらはもうモバメで。名古屋からゆうちゃんをします。ありがとうございます。すごい、遠くからありがとう。天才には何級までありますか。1級まであります。モバメは3人だけだから僕も天才ですか。さあ、そのモバメの3人は誰なんでしょうか。ゆうちゃんに怒られたいです。いや、でも悪いことしてなかったら怒れないですよ。わだずは関西。ありがとうございます。またまた遠くからね、ありがとう。名古屋にも推しがいます。ご存知かと思いますか。なかなかの DD ですよ。もう、あ、58分だ、あと2分。北の国から応援しています。ありがとうございます。すごく遠いですね、北の国。はい、ということで、もう時間が来てしまったので、巻き巻き、あ、待って、時間ちゃった。巻き巻き体操をやっていきたいと思います。いきます。はい、ありがとうございます。めっちゃ噛んじゃった今の、ね、やばくない。ワクワク、ワギワギみたいな。はい、ありがとうございます。はい、キャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。ナイナーイ、エクボー、私のエクボにユウもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、皆さん今日もゆうちゃんキッチンありがとうございました。明日もゆうちゃんキッチンあるのでまた遊びに来てください。シャーベットピンク、もう30回、もうそれ以上10万回ぐらい聞いちゃってください。はい、ありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。おやとみー、ありがとうございました。バイバーイ。